種類がめんどくさい。正直だな。ということで皆さんこんにちは、ミスターフロスティです。嘘つけ。ということで今回もソラクラやっていきますよ。前回はブロック全部集めたから次はアイテムを全部揃えるんでしょ。そうそうそう。なわけねえだろ。どっちだよ。まあでも今回は本当にアイテム集めは後回しにして何か施設をまた作っていきたいなと思います。施設って何の施設作るの？バーガーキングとかかな。なんでバーガーキング？まあちょっとやっぱこの拠点はほぼ街みたいになってるので街を守る存在が必要だと思うんですよ。ってことは私は何作るのかわかったぞ。私もわかったわかった。うどん屋さんでしょ。なんでうどん屋なんだよ。まあ街を守る存在と言ったら警察だから警察署を作るんだろ。ああ惜しい惜しい。なんと今回作りたいのがですね、刑務所。いやいや捕まえる人がいる施設すらないのに先に刑務所作るのかよ。マリサどういうこと？バカかよ。まあやっぱり罪を犯した民は収監しないといけないのでね。まあユッケが警察官役をすれば犯人を捕まえることができるから。じゃあ刑務所が完成したらそれで劇みたいなのしてみようか。犯人役がいないとダメじゃないのかな。おめえがやんだよ。とりあえず最初にどれくらいの大きさの刑務所にするか決めていきます。ここをしっかりしないとめっちゃ小さくなったりでかすぎたりするからね。でも刑務所ってアメリカ式か日本式かで分かれると思うんだがどっちで行くんだよ。まあベネズエラ式かな。なんでベネズエラなんだよ。まあまあこのくらいの大きさでちょうどいいと思うんだよね。横の長方形みたいな感じね。まあこの作業している間いつも通り暇なのでここで刑務所にまつわる豆知識をご紹介しましょう。そんな豆知識絶対いらねえだろ。実は刑務所にはですね、まあいつも通りの作業の早送りだから質問を返していこうよ。あんまり作業ばっかりするの好きじゃないんですが作るってなったらしょうがないからね。楽器はできますか？楽器はですね、できへんのかい。まあ子供の頃はピアニカとかめちゃめちゃ弾いてましたけどね。まあ楽器弾けるというより使うことができるって感じだよね。ということで結果は、もうええて。PC 欲しいんですけど買うとしたら何がいいですか？まあ PC と言ったらこれですよ。量子コンピューター、ええでしょ。いや格がちげんだよ。まあ本当のこと言うと Amazon とかでノートパソコン買えばいいと思います。でもまあ SSD1 テラバイトはあった方がいいからね。年間どれくらい稼いでますか？まあ300ビシャモンテ年くらい。どんくらいだよ。好きな微生物は何ですか？ミトコーチリア。さてさてとりあえず2階と3階の床が完成しました。3階構成の刑務所になるんだね。そうそうそう。今んとこ1階が受付とかそういうところにして2階と3階を収監できる牢屋にしようと思ってます。まあそんなに収監できる人数いないと思うけどな。おめえが入んだよ。いや知ってるけど。とりあえず次に壁を作っているのですが珍しく磨かれた暗算岩を使って壁を作っています。このままだと完全に豆腐型の刑務所になっちゃうけど大丈夫なの？いや刑務所って大体学校とかみたいに四角形だろ。いやいやマリサそれはただの偏見だよ。学校ってイラスト素材サイトで調べたらこれが出てくるんだから。めちゃくちゃ四角じゃねえかよ。とここでみんなの協力によりあっさり壁を囲い終えたので続いては天井を焼き石で埋めていきます。今のうちに内装をどんな感じで作るのか考えておかないとね。いやーだって刑務所でしょ。こんな感じかな。絶対おかしいです。そして1階は受付になってるので1階だけ窓ガラスをつけておきます。2階と3階の牢屋に窓ガラスをつけちゃうと脱獄されちゃうからね。あ脱獄と聞いていいこと思いついたんだけどみんなに囚人役をやってもらって脱獄もしてもらおうかな。してもらおうかなってどういうことだよ。まあまあ結局完成してから考えるのですがさすがにさっきの外観のままじゃ寂しかったので柱とかつけて少し派手にしていきます。というか今回もでっかい建造物だからミニケン壊れてもうた。もちろんもちろんミニケイちゃんは作る予定なのでミニケイちゃん大好きな皆さんは安心してくださいね。履いてますよ。履くな。まあとりあえずこんな感じで外観もいい感じになりました。早速もうほぼ建物自体は完成してるんだね。ということでジーエンド終わんな。はえそして続いてはそろそろ牢屋の部屋を作っていきます。刑務所において一番大事なところだな。まあ私は YouTube でアメリカの囚人が刑務所で過ごす動画とか見たことあるのでそこの牢屋の感じを作ろうと思います。アメリカの刑務所って言われてもパッと思いつくもんではないけど。ええ嘘嘘さない。見たことねえのか。そんなに言うぐらいなの？いやーやっぱり刑務所と言ったらアメリカの方思い浮かぶでしょ。まあ確かに日本の刑務所って言われても中身とか全く想像つかないもんね。なので今作っているように両方に牢屋があり1階と2階に分かれているという感じに作りました。確かにこの刑務所の感じを見るとパッとするよ。ミニどうした？そしてこのために用意してあるであろう鉄格子を牢屋につけていきます。もうこれエンド要塞みたいな感じになってるな。いやいやそもそもそりゃエンド要塞が刑務所みたいな感じだからね。笑い方癖強いな。あとは階段に変えるライトを埋め込んで明るくして全ての部屋に鉄ドアを置いたらほぼほぼ完成ですよ。おおこれはこれはめちゃくちゃ完成度高いな。すげえやろ。すげえ。そして3階も全く同じ構造の牢屋部屋を作ります。この時霊夢がめちゃくちゃ手伝ってくれてもうね。だーイングメッセージ大好きじゃなかった。それで続いて実は裏でマリサがピリジャーを連れてきてくれてたのでそれぞれに名前を付けていきます。刑務所の監視役としてたくさん連れてきたぜ。まずこいつがですね監守太陽。そして次のピリジャーが監守お父さん。ちょっと怪しくなってきたな。そしてこやつが監守 iPhone15。 はいおかしい。そして次のピリジャーが監守卵ボーロ。おかしきたー。次のピリジャーが監守お母さん。お母さんも来たー。そして次監守ワイヤレスイヤホン。アクセサリー出てきました。その奥が監守マイク。外国人の名前シリーズね。そしてこやつが監守サリー。そして次監守オロゴン。ボディから来てるだろ。そしてその後ろが監守アンドロメダ。宇宙要素来ました。その奥のピリジャーが監守臭い。臭い。そしてこやつが監守ヤンヤンつけ棒。お菓子二つ目来た。ということでこれで全員分名前を登録できました。ほとんどまともな名前ではなかったけどね。はあ、まともでしかないだろ。
そこがだよ。そして最後に牢屋内にベッドと大釜とトラップドアを置いてトイレを作ってほぼ完成です。嬉しいので叫ばせてください。うるせえって。そして次にやっとですが、みんな大好きミニケイちゃんを作っていきます。いつも通り普通のミニケイちゃんを作るの？いやいや、今回は刑務所なので警察の帽子をかぶった姿にしてみます。ああ、確かにその方が刑務所っぽくていいじゃねえか。ほらほら見てよ、めっちゃ可愛いでしょ。可愛い。そして牢屋の番号を吊るし看板で作っていきます。1番2番3番って感じでやっていけばいいのね。そうそうそう、全部で何部屋あるんだよこれ。1部屋の牢屋が2層あって、それが2階と3階分あるので96部屋あります。へえ。テンション高いね。そしてまあその後いろいろ準備して、そろそろ刑務所が完成しそうなので早めですが、動画の後半から劇をやっていきましょうか。脱獄劇早くやりたーい。そんなにかよ。遊べるとこう。さあさあ、それでは皆さんどうも、ゆっくり系警察です。ボケないけど何、そのまま進めろよ。ということで今から私が警察になって、この新空倉拠点の犯罪者を捕まえていきます。はい、早速犯罪者がいますね。いや、パン食ってただけなんだけど。では早速取り締まりを始めていきます。商店街おもしれー。はいはい、そこのボケー。初手からその入りえぐくない？オラオラなんだお前、こっち近寄ってくんなよ。はいはい、君卵投げるんじゃないよ。いやいや、そっちだってトライデント。マリサね、マリサ、警察に対して卵を投げつけた。公務執行妨害罪。よーし、誰も見てないから大丈夫大丈夫。ここのスイカマジでうめーから取っていこうかな。よしよし、見てないから今だ。オラ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 。角笛で騒音被害をする軽犯罪法違反。よーし、やっとここまで登れた。よしよしよし、ここからなら覗いてみれる見れる。よーし、温泉覗いてやるぜー。おー、霊夢が入浴してる。手前にはマリサも入浴してる。じゃーん、解き明かさない。戦闘を覗き見する摂取の罪。はいはい、ということで皆さんどうも、今からプールを呼ぶ人です。いや確かにそう見えるけど。あー、どうもどうもどうも、グミスケさんです。いやいや、ちょっと似てるけどちげえ。ということでこやつらを捕まえてみました。叫びまくってたら捕まっちゃったよー。じゃあこれからみんなで刑務所に入って牢屋にこやつらをぶち込んでいきますよ。私たちは体も縄で繋がれてる体でいいんだよな。なんですか体繋がれてる体って。ガチだよガチ。ガチで捕まってんの？じゃあね、そこの囚人たちこっちに入ってもらって。とほほ、私が刑務所入ることになるなんて。畑のもの盗んだだけなのに。そりゃダメだろ。じゃあまずそこで適当に手続きしてもらって。何の手続きすればいいんだよこれ。ラーメンの替え玉を入れるかどうか。なんだよそれ。そしてこの先に進んでもらって。いやいや、監視のピリジャーがめっちゃ柵で閉じ込められてるけど。これはスタートボタンを押すと柵がなくなってバトルコロシアムが始まります。どんなシステムの刑務所なんだよ。まあまあそんなのは気にせずこっちに来なさいよ。うわぁ、なんか階段があるよ。楽しい。楽しいの？さあさあ、この上に登ったら牢屋がたくさんあるから。うわぁ、めちゃくちゃ広すぎるよ。そしてあんたら二人はね、ここで待ってなさい。え、脱獄できるくない？じゃあとりあえず黄色いのと白いのこっちに来なさい。あー、ついに名前じゃなくて髪の色で呼ばれるようになっちゃったよ。番号で呼ばれるみたいな感じかよ。じゃあ黄色いのは23番の牢屋に入りなさい。うわぁ、私がこの牢屋で過ごさねえといけねえのかよ。うえぇ、マリサ捕まってやんの？お前も今からだろ。そして白い髪は隣の24番の部屋入りなさい。わぁ、最悪だー。楽しそうだな。よーし、じゃあ赤いやつと緑のやつ逃げられました。何してんだよ。と思ったら階段のところに隠れてました。バレてもうたー。じゃあ赤と緑のやつはさらに上の階に来てもらって、まず赤いのが71番。あー、ここでずっと過ごさないといけないんだ。うえぇ、そして緑のやつは72番の部屋。わーい、私がここなんだ。嬉しい。ごめん、下の方の牢屋やったわ。折り方やばすぎだろ。はいはい、ということで凶悪犯を4人捕まえてやりましたよ。これで新空倉ワールドの平和は保たれました。おお。ああ、私たちは捕まっちゃったからずっとここで生活しないといけないのか。いやいや、でも刑務所ってよく脱獄してる人がいるからきっとどっかに穴があるはずだよ。ちょっと私早速わかっちゃったかもしれないんだけど。マジかよ、ちょっと教えてくれよ。いや、そのベッドの下にが置いてあるからその中を覗いてみてよ。うわうわ、親切にピストンが入ってるじゃないの。それでこのトイレの流すボタンの下にピストンを置いて、ほらー、ダクト来たー。じゃあこのままお先に失礼するわよ。よーし、私も脱出しちゃおう。ここにピストン置いてっと。じゃあダクトに失礼しまーす。なるほどなるほど、ここにピストン置いてボタンを押して大釜をずらせばダクトの入り口が見れるのか。バイバーイ。よしよし、わっせ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 、ダクトの中ってマジで臭い。臭いんだ。よーし、このまま突き進んで脱獄してやるんだ。よしよし、外の光が見えてきた。まさかの温泉のところにダクトが繋がってるんだ。脱獄成功。よーし、私とヨウムも脱出できたぜ。脱出成功。おーい、お前
前何しとんねー。トイレの中に潜って隠れんじゃないよ。すいません。待ちなさい待ちなさい。はい、ということで皆さん捕まりました。最終的にお前が捕まんだな。ということで緑の人以外に脱獄されちゃいましたが、まあまあ仕方ないでしょう。仕方なくねえだろ。もう少しこの刑務所を強化する必要がありますね。もうちょいダクトとか隠した方がいいよ。まあ次はマジで入り組んだり隠し扉とかつけてみるとさらに面白いかもね。ということで今回は少し早めですがここら辺で終わりたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録高評価お願いします。それではごちゃんちょんちょんちゃんちょんちゃんピンピラちゃんちょんパンちゃんピン。